でまー中日ドラゴンズ大好き芸人の井之島全治6ヶ月です。よろしくお願いします。あのですね、24日まで毎日動画を出そうと思ったんですよね、ドラゴンズ関係のね。でもね、あの10月の17日にあった事務所ライブでですね、あの自分が想像していた以上に、ネタの出来が悪くてですね、あのここ3日4日ほどねへこんでいました。はい、何もする気が起きませんでした。でもね、まあ休んでばっかもいられないんでね、今日はね、動画を更新します。今日はですね、中日ドラゴンズ2024年ドラフト会議で1位から3位で指名するべき選手、これをね、皆様に紹介をしていこうと思います。ではいきます。まず1位はですね、まあ金丸ゆめとくん、中村優斗くんかなと思いますね。もうこの2人でしょうね。まあでも報道を見ていると、まあこの2人だったら、まあ金丸ゆめとくんがね、ほぼほぼ1位だと思いますね。なんだったらもう前日あたりに公言があるかもしれませんね。まあやっぱそれぐらいね、金丸ゆめとくんは、中日ドラゴンズのスカウト陣の方は評価が高いですね。で、初で1位に、まあ砲台のしのぎ健太郎くんかなって私は思ってますね。で、余っていたら、中村優斗くんも入ってくるのかなと思っていますね。はい、まあ、しのぎくんもね、非常にドラゴンズのスカウト陣は、評価が高いんですよね。で、今6大学の秋のリーグは開催していて、しのぎくんはね、まあバンバン投げていますね。さすが、法政大学のエースですね。まあでも金丸くんはね、絶対取れるってわけじゃないんでね、やはりもう外れ1位のことも考えて、我々ファンをね、ドラフト会議を心待ちにしましょう。で、あとのまあ外れ1位はまあ藤田流星くん、東海大相模の左ピッチャーか、まあ柴田亮くん、右投げのピッチャーになりますね。まあでもしのぎくんもね、もしかしたら競合する可能性もあるんで、まあ藤田くんか柴田くんに行けばいいんじゃないかなと思いますね。このまあ5人の中のうち1人はね、まあ絶対ドラフト1位で獲得はしたいですね。はい、まあこの5人以外だったらね、ちょっと違う選手を示したら、ドラフト会議、2024年ドラフト会議は、ちょっと厳しいものに、まあ、なってしまう可能性もありますよね。だからこの金丸くん、中村くん、しのぎくん、藤田くん、柴田くん、この5人のうち1人は、絶対にくじを引き当てたいですね。で、ドラフト2位はですね、吉田くん、まあ、もしかしたらしのぎ健太郎くんで、けさまるくん、伊原くん、徳山くん、麦谷くん、モイセイエフ、ニキータくん、吉野くん、石井くん、中村くんですね。で、まあ、ここで注目をしてほしいのはですね、中日スポーツさんでも情報があった、1位が確か、投手か即戦力取ったら2位に、この石井裕太くん、日本生命の石井くんに行きたいっていう報道があったんですよね。まあ、ドラゴンズっていうのはですね、まあ、確かにキャッチャーも補強ポイントなんですよね。でもまあ、今シーズンに限っては、キャッチャー補強しないんじゃねって私は予想をしていたんですけども、まあ井之島全治6ヶ月の予想って当たりませんね、残念ながらね。やはり、キャッチャーを今年は補強をしていくそうです。で、まあ即戦力キャッチャーの石井くんをまあ2位で指名するかもという報道があったんですよね。で、私ね、この石井くんね、実は、大学生の頃に現地で見ているんですね。はい、大学野球大好き芸人井之島全治6ヶ月よろしくお願いします。当時現地で見た時はですね、バッティングに関してはですね、なんかそんなに印象はありません。でも肩が強いんですよ、右肩が特にね。まあ肩の強さはね、まあこれから鍛えていけば、まあ、12球団のキャッチャー陣の中でもトップクラスになるんじゃないかなって私は思っていますね。で、まあ、社会人に行ってなんか福留孝介さんの、バッティングの指導を受けて打撃が良くなったって言ってはいるんですけども、まあでも素人っすよ。素人の芸歴18年目、井之島全治6ヶ月ピン芸人の予想だと、まあ私が思うに、まあ、守備型のキャッチャーになるんじゃないかと思ってますね。打率なんか2割4分2割5分でホームラン2、3本、4、5本ぐらいで、まあ8番を任せられるけれども、キャッチング、肩がむちゃくちゃいいっていう、まあ、ドラゴンズの首脳陣の方が大好きな、まあ典型的な、まあ守備型のキャッチャーになるんじゃないかなって私は思っているんですよね。で、まあこの2位に、まあ石井君を指名するかもっていうことなんですけども、でも、まあ、私が思うにですよ、もしもドラフト1位に藤田君とか
柴田くんの高校生を指名したら2位に石井くんっていうのがね、まあ、ちょっとなんか来シーズン厳しいんじゃねえかなと思っちゃうんですよね。もしも1位に高校生ピッチャーに行ったら2位はやはり即戦力ピッチャーに行かないと、来年のローテーションピッチャーっていうのがね、ちょっとなまっちゃったけど、ローテーションピッチャーっていうのが非常に厳しいものになってくるんですよね。メヒア選手とは再契約をしたんですよね。今日の情報だと、井上監督の意向で。にしてもやっぱり、先発で投げさせたいピッチャーっていうのが本当に少なくなるんで、1位に藤田くん、柴田くんに行ったら2位に石井くんはちょっと厳しいんじゃないかなと思うんですよね。あくまでも1位で即戦力投手、まあ、金丸くん、中村くん、篠木くんの3人のうち誰かが取ったら、まあ、2位に石井くんでいいんですけどもね、高校生ピッチャーで言ったら2位も、即戦力ピッチャーに行った方が、まあ私は、まあ、来シーズンのことを考えるとそっちの方が戦略的には合ってるような気はするんですよね。だからキャッチャーもしも欲しいって言っても3位以降に、指名するしかないですね。まあ、3位以降だったら、まあ、インデ君とか、あとはね、地元名城大の NTT 西日本だったっけな、野口君とかがまだいると思うんで、まあここら辺を3位で指名してキャッチャーを補強をしていくしかないんじゃないかなと思いますね。だからまあ1位2位っていうのは本当に1位に即戦力投手を取れるか、1位に素材タイプの高校生投手を取るかっていうので、まあ戦略が大きく変わってくると思いますね。はい。で、あとまあ報道であったのがこの中村内輝くんですね。ショートを守る選手なんですよね、中村内輝くんはですね。この選手も非常に今評価が高いってドラゴンズの、スカウト陣の方は、そういう発表があったんですよね。で、まあこの中村内輝くんに関してはですね、まあ1位に即戦力ピッチャーで、2位に石井くん取れたら3位に、中村内輝くんかなとは思っているんですよね。でもひょっとしたら1位に即戦力ピッチャーで、まあ、2位に中村内輝くんっていうこともまあなくはないと、私は思っていますね。はい。まあでもね、高校生ショートも確かに欲しいですよね。まあ22歳から23、4歳のね、二遊間の選手が今ドラゴンズ固まってるからね。だからやっぱり、年代が下の高校生ショートは確かに欲しい。花咲徳栄の石塚くんも欲しい。でも1位じゃないよなっていう、1位でさすがに高校生ショートを取ったら、どうなんやろな、補強ポイント合ってんのかな、いや合ってないって私は、言ってしまいますね、これは。はい。だからまあ表では中村大輝くんを、まあ、2位には書いてはいるんですけども、やっぱりまあ中村内輝くんは3位かな。まあ2位で取るんだったら1位は絶対に即戦力投手じゃないと、まあ来年戦えないなと思いますね。はい。で、まあ2位でやっぱ他にもね、まあ指名してほしいのはやっぱり、ね、貴様くんかな。ポテンシャルが高くて、多分今年の高校生ピッチャーだったら一番ポテンシャルが高い、まあそれが貴様くんだと思うんですよね。だから1位に即戦力ピッチャーだったら2位に貴様くん、これ OK です。私はそういうふうに思っていますね。はい。で、まあ、この中だったら、あとまあ、麦谷くんも欲しいよね。1位に即戦力ピッチャーだったら、2位に麦谷くんがいいと思います。で、1位に高校生ピッチャーだったら、2位に麦谷くんはもう厳しいですね。もう2位に、まあ、吉田くんとか、篠木くんとか、まあ、伊原くん、徳山くんのような、大学生、社会人の、即戦力投手を取らないと、まあ、ドラフトが厳しくなると私は思っていますね。はい。で、1位に金丸くんで、2位にニキータくん、2位に吉野くん、これ OK ですね。はい。即戦力投手を取って、で2位に素材タイプの外野手、もしくはですね、即戦力外野手を取る、そして左打ちのスラッガータイプ、最高ですね。まあこういうドラフトもありですよね。で、私が思うに、まあ理想よ、本当の理想は1位に金丸くんで、まあ、報道の通りに2位に石井くんいたら、3位に、まあ、このね、柴崎くんか、3位で吉野くん、3位にニキータくん、この3人のうちね、1人取れたら、まあこれもいいドラフトですよね。で、もしも1位に金丸くん、2位に、誰だろうな、まあ吉野くんって言ったら、まあ3人以降は、
まあ、即戦力ピッチャー、高校生ピッチャーとかの方がいいかもしれませんねって私は思っています。はい、だからまあ、今年のドラゴンズのドラフトはですね、本当に1位、高校生投手か即戦力投手、どっちかを指名するかで、2位以下の、指名のやり方っていうのがですね、とても大きく変わってくると思いますね。はい、だからまあ、1位を即戦力ピッチャー指名したときと、多分1位で高校生タイプの投手を指名したときの、まあ、シミュレーションを今このね、ドラゴンズのスカウト陣さんはやってると思いますね。はい。で、3位で指名してほしいのはですね、まあ、個人的には、まあ、高校生ピッチャーがいいのかなって思っていますね。村上くんとか清水くんですね。まあ、あとまあ、大学生だったら明治大学の浅利くんですね。まあ、浅利くんね、私、現地で見たんですけども、まあ、どちらかというと、中継ぎピッチャーだと思うんですよね。でもね、あの、まあね、1イニングを0点に抑えてくれる中継ぎピッチャーって、何人見てもいいですよね。だから、まあ、私はこの3位に、まあ、浅利くんいいなと思っています。あと、まあ、外野のこの柴崎くんもいいし、で、2位に、ピッチャー1位ピッチャー2位ピッチャーだったら、まあ、3位にインデ君もありかなって私は思っていますね。はい、どうでしょうか皆さん。これがですね、1位から3位で指名するべき選手の一覧になりますね。で、4位以降はね、やっぱり1位から3位で獲得した、選手の動向によって大きく変わると思いますね。はい。で、まあ、あと育成に関しては、まあ今年も、独立リーグでね、特に、徳島インディゴソックスで、いい独立リーグの選手がいるから、まあ、3人ぐらい指名して、そのうちの1人か2人は、まあ、独立リーグ出身の選手になるんじゃないかなっていうのが、私の予想となっています。はい、どうですか皆さん。皆さんのね、意見があったら、コメント欄に、コメント、優しいコメント書いてください。お願いします。ね。24日ドラフト会議ですね。まあこの日はね、生放送もやろうと思っているんでね、まあよければ皆様時間があったら生放送を見てください。